ハロー、もたつちゃんです。こんにちは、愛沢エミリーです。今日はいつも持ち歩いてるフルメイクが完成するポーチを紹介していきたいなと思います。かわいい、もたつちゃん寝そうです。そろそろ、まず普段お家でメイクすることがあんまりなくて、いつもすっぴんが多いんで、このフルメイク完成できるポーチは常に持ち歩いて、どこでもメイクできるようにしてます。なのでこういうガバッと入るみたいなこういう収納力があるポーチで、軽いみたいなのがお気に入りで、この中に全部入れてます。ブランド名エミリアウィズのポーチになります。中に入ってるのはこんな感じなんですけど、必ずパックを入れて、これに反応するね、ご飯かと思って違うの、ごめんね。このパックは必ず持ち歩いていて、打ち合わせとかそういうだけの日だったらすっぴんが多いんですけど、夜いきなり誰かと会わないといけないとか、お仕事とか撮影とかなった場合はメイクするんで、パックをしてからメイクするようにしてます。なのでパックも必ず持ち歩いてます。これはクリニックで買ってるエムディアのパックですね。あとこれですね、同じシリーズのティッチャ美容液になります。これもこのパック塗った後に塗って、もうとにかく乾燥がすごいんで、保湿をするように心がけていて、ちゃんとお化粧する前に一回お肌をきれいに整えてからメイクするようにしてます。でその次に塗るのがリフトアップ効果ですね。あるすごいピシッとなって、ファンデーションとか馴染む気がするんで、これすごい最近のお気に入りです。をまずは土台じゃないですけど必ずやってからメイクするようにしてます。で次にこれですね、下地、サンローランのメイクアップベースになります。これがすごいいいっていうよりかは、この次のクッションファンデが大好きで、サンローランの同じブランドで揃えた方がいいかなと思って同じにしてます。すごい楽ちんですね、クッションファンデなんで、パン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 っていう感じでファンデーションと下地塗ります。でその後にコンシーラーになります。最近サンローラン大好きで、ベースメイクとかは揃えるのが好きで、これは結構明るめの色なんで、目の下のクマとかちょっと顔を明るく見せてくれるみたいなコンシーラーで、最近好きです。昔すっごいマットが好きで、こうお粉で最後にすごい抑えるみたいな感じだったんですけど、結構ツヤだったり自然っぽい方が好きなんで、まあ、一応持ってるんですけど、これはあんまり使わないですね。ミラノコレクションなんで、でもすごい綺麗にはなります。テカってるなとか、今日長くお化粧するなっていう時にちょっと抑えるみたいな最初の感じです。で次にアイシャドウで、ルナソルで、もうこれ多分定番だと思うんですけど、これずっと好きで使ってますずっと好きって言ってもこの2色しか使わないんですけど、このキラキラとこの濃い色だけでやってますね。上に一番最初にキラキラ塗って、二重の幅とかちょっと広いとこぐらいに濃いめの塗って、下にも濃いめの塗るみたいな2色だけ使います。そう、塗るときにこのチップだとちっちゃいんで、これすごい便利で、シャネルにこんなのあるんだと思って、これめっちゃ便利で、持ち運び用の筆なんですけど、この筆って持ち運んだらこのキラキラがポーチにつくのがすごい嫌で、キャップがついてるっていう、めっちゃ良くないですか。シャネルのお姉さんもめっちゃ絶賛してました。キラキラのところはこのふわふわの筆で塗って、ちょっと固めのちっちゃい筆で茶色いところをこの目の脇とか下とかにこうやって塗ってます。筆もこうやってちゃんとしまえるからポサポサになんないし、キラキラがつかないなんでこれめっちゃいいです。この筆、これもう一個ちっちゃいバージョンもあるんですけど、だいたいこれ1本でアイシャドウは終わりっていう感じです。次にチークが、最近はマットよりもツヤっぽい方が好きなんで、チークもそれに合わせてこのクリームチークにしました。サンローラまたサンローラ、これポンポンポンってしてます。ポンポン系が好きや簡単にで、色もすごい結構これ
やりすぎたらこうやって濃くなっちゃうんですけど、元は本当は薄めに作るんで、こんなに何回もポンポンしなければこんな風にはならないです。で、ハイライトはこれもサンローランで、これもさっきと同じ理由で乾燥がするんで、こういうちょっとツヤっぽく見える、何にハマって目の下とかにポンポンってなってます。ハイライト大好きでやりすぎたら真っ白系になっちゃうじゃないですか。なんでこういうぐらいのちょっと肌なじみが良くて、目の下が暗いとちょっと疲れて見えたりとか暗く見えちゃうんで、こう第一印象とか大事なんでこうパッと華やかに見えるためにはこういうハイライトやっぱり大事だなって思うんですけど、あんまり乾燥っぽくなっちゃうのが嫌なんで、もうこれすごい最近好きです。昔こっち使ったんですけど、ハイライトこれクレード4の、これもやっぱ一緒に持ち歩いてて、これはやっぱりすごいいいですね、白いですね。なんで一気にこうキュッて顔がなんて言うんですかね、こう明るくなる感じ、こっちのやっぱりクリームよりはパッと、けどやっぱりちょっとお粉なんで、あんまり塗りすぎちゃうとよれるので、でもやっぱりサッと塗るとすごい変わるんで、なんかちょっと大事な時とかそういう前にささって塗る感じです。あとは最近地まつげにしたんで、マスカラを持ち歩いてます。でもちょっと今ね、完成コレクションがあって、まつげがつけちゃってるんですけど、いろいろマスカラ探してこれがいいなと思ったんですよ。クリニークのマスカラ、これすごいちっちゃいんですけど、この先端もちっちゃいからすごい塗りやすい。下まつげも、下まつげ地まつげなんですけど、この端っこまで塗れて、あとめっちゃいいのがお湯で落ちるのがすごいいいです。つるっと落ちるし、つきやすいし、すぐ乾くから多分またもう一本買います。めっちゃいいです。あと眉毛はアートメイク入ってるんでそんなやらないんですけど、これもサンローランのアイブロウペンシルですね。これ細いんで描きやすいですね。細いとちょこっとこう足す感じでやってます。すごい最初からしっかり描かなきゃいけない人にはちょっとあれかもしれないんですけど、ちょこっと描き足すとか、細いんでね、で描きやすいです。でもやっぱり何が大事ってアートメイクが大事だと思います。めっちゃ楽なんで、本当に起きてからこんな感じの眉毛なんで、なんか生きててやったの、なんかランキング良かったの3に入りそう。そう、それで眉毛はそんな感じ。あ、一応パウダーも持ってるんですけど、まあちょっと眉毛のアートメイクしてからはあんま使わないんですけど、一応アナシーこれ可愛いからリボンで、あとその地まつげにしてるかな、ホットビューラーは絶対持ち歩いてます。これね、ドンキで買いました、ピンクで。こうやってまつげを下にやって上にやってって、ちょっとダムを取りながらこう目をパチッと出すみたいな感じですね。コンシーラーはニキビできちゃった時とかニキビ跡とかには、このサンローランだとやっぱ白いんで、カバーマークのねコンシーラー、これはやっぱ名前通りみたいな、めっちゃカバーされるんで、ちょっとねニキビ隠すように濃いめにしてます。見えるかな、やっぱりね、ちゃんと隠すにはこれぐらい濃い方が隠れます、ね。まあ、なるべく最近はベースメイクあんま塗らないで、気になるとこだけ隠して、あとはツヤっぽくでっていう感じが好きなんで、なるべくメイクはナチュラルに、ちょっと濃いんですけどこれでもナチュラルになったんですけど、そんな感じでちょっとナチュラルみたいのが好きですね。あとリップはやっぱピンクベージュが多いかも。これサンローランで、これエスティローラで、これシャネルで、トムフォードなんですけど、まあ、大体全部似たような色このピンクベージュが多いかな。ポーチに入れてるのは、バッグに入れてるのは結構ピンク目が多いんで、ポーチに入れてるのはちょっとこういうピンクベージュめっちゃ色似て好きなのが分かりやすい、こういう感じのピンクベージュのどこにでも合わせられる色みたいのを入れてて、まあ本当にこれがあったらどこでもメイクできてどこにでも行けるみたいな感じです。これすごいいいですね。しかもこれなんか名前が入ってるんで可愛いですね。エミリーって入ってる。で、一番超好きなの忘れてた、これは直し用なんですけど、エレガンスのお粉、これがなんか一番くすみも取れるし
綺麗にお直しできるんで、これはポーチにもバッグにも入れて持ち歩いてます。あとね、割れちゃうから嫌でちゃんとこれに入れてるんですよ意外と。これはね、リップの、忘れてた、リップ塗る時の輪郭取るやつです。そんな感じかな。これあったら全部できる顔がしかもメイク超早いんで、これがあったら15分でいけます。参考になるかわかんないですけど、一応すごい今本当にお気に入りのコスメなんで、よかったら参考にしてみてください。ピーちゃんがいなくなりましたそんな感じで持ち歩いてるメイクが意識できるコスメポーチの紹介でした。このチャンネルがいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね。あ、出てきた、ちょっと向いて眠いみたい。またね。今日のお洋服も、もうエミリアウィズのワンピースになります。すごいちょっとツイードとバイカラーで、襟がつくとキチッとしてる感じがして、お出かけっぽいワンピースなんですけど、かわいいです。なんか人気の予感です、これ。すごい発売前からお問い合わせがある、ちょっと人気そうなワンピースです。リボンが自分でできなくて、あんまり綺麗にこうなっちゃったりとかなんで取り外しなんで、こう誰が着てもちゃんとリボンがまっすぐっていうのがポイントです。なんでこの感じですごい可愛く着れると思います。